おーすごい、すごいですね、ボリュームがね、濃かった、うん、でも私初日の映像今こうやって初めて実は見させてもらって、うん、ゲネプロはね実践させてもらったんですけど、うん、あのゲネプロの後、うん、本番の本当数日前の劇場でのね、うん、本番と一緒みたいなゲネプロ、うん、の後にこうアンナ先生に S の子が結構厳しいことを言われたっていうのを聞いてたんで、本番前本番後はこんなこう、うん、褒めてもらってるの見てちょっとこっちも感動しちゃって確かにって、うん、よかったねってなりましたね、うん、本当すごいよね、うん、なんか新公演もらえるってことが、うん、多分今現役でいるメンバーで、うん、誰もいないのかな、いやチーム S はお子さんかな、経験したことがある、マットさんもないないよね、うん、ラムネの人がそうだよね、うん、そう思うと本当に経験したことがある人っていないけど、こうやってまた新たに SKE の人生が切り開いてって、でそれを結構 S って後輩の子が多いイメージがすごくあるんだけど、すごい今の VTR とかも見ててめちゃくちゃかっこよかったし、うん、なんだろう、みんな自分の意思をしっかり持って、うん、多分すごい厳しいことも言われてきたと思うけど、うん、それにも負けずにこうやって初日を迎えて、うん、みんなが満足するものを一つ作り上げたってことが、うん、本当にすごいことだなって感動しちゃいました、うんうんね、私もゲネプロを見に行って、うん、チーム S の公演自体をなんかこうお客さん側として見るのがだいぶ久しぶり、うん、研究生の時にあった、まあ、重ねた足跡公演ぶりのなんか公演を見たから、うん、なんかその同期が、うん、もうほぼ同期がチーム S にいるから、うん、同期のその姿とか、うん、あとは後輩のこのステージで踊ってる姿をしっかり見たことがなかったので、うん、なんかえこの子すごい魅力的だなっていう子とかも、うん、ゆうゆうが本当に可愛くて、うん、そうゆうゆう押しちゃうんじゃないかってぐらいですめちゃめちゃ全部良くて、うん、ユニットもめちゃめちゃ良くて、うん、ですごいそういう発見とかもたくさんあったから、うん、夜公演の、うん、あの方も DMM 配信で見たんですけど、うん、その時もなんか石塚ちゃんもすごい良かったりとかして、その後輩のいいところの発見もすごいたくさんあったから、うんうん、そのメンバーとしての発見もいっぱいある公演だなって思いました、うんうんうん、いやけど私はこう同期も多かったり、うん、リハーサル期間でやっぱレッスン場とかでメンバーに会うこと多かったじゃないですか、うんうん、そういう時になんかあのこの振り今やってるんだよみたいな同期から教えてもらったり、いろいろ話もいっぱい聞いてたので、当日の、DMM も見たし、うん、ゲネも見て、なんかいろいろなんか感情が高ぶるものがあって、なんて言い表したらいいかも、うん、こう初日迎えて何ヶ月か経つんですけど、まだなんかなんて言ったらいいかわからないこの感情がね、感情の高ぶりがあってすごい見てて楽しかったです、うんうん、確かに私なんか単純に新公演めちゃめちゃ羨ましいって思った今の見て、うんうん、ね、楽しみだよね、うん、いいもん、いつか来るかもしれないじゃん、そうそうそう、予定ではね、うん、けどなんか S の子たちはやっぱり一番最初に新公演をやるグループ、うん、チームだから、うんうんうん、君たちがうまくいかないと K2E もあるからね今後って言って、うんうん、できなくなっちゃう可能性もあるからねっていうプレッシャーもすごくかけられてたっていう話を聞いてて、すごい SKE48 を背負ってくれてたんだなって、すごいかなりのプレッシャーだと思うの、本当にその中でよくここまで頑張ってくれたなってすごく感動したし、なんだろう、同じグループとしてすごく誇りに思うたなって、私さ、なんかメンバーが背負ってるのもそうだけど、うん、アンナ先生がその本番直前にうまくいかなかったら
小室哲哉と牧野アンナのせいだからまだ言い切ってくれる、うん、あの背負ってくれる感じが本当に頼もしいし、うん、小室さんを呼び捨てにできるのはなかなか、うん、いや本当に、ね、あんな先生